日本鹿児島県鹿児島市新島町新島は、鹿児島湾の奥、桜島の北東約 1.2km に位置する島である。念頭、安永島とも言われる。桜島の安永大噴火によって隆起して形成された島である。離島振興法に基づく離島振興対策実施地域に指定されている。また全域が霧島近郊湾国立公園の区域である。 周囲の洋島、中野島と共に、鹿児島県鹿児島市の町、新島町を構成している。新島は関西より、桜島南西部の桜島赤水町の飛び地であったが、2006年2月13日に桜島赤水町より分割され、新たに新島町として設置された。郵便番号は891-1403。新島町の人口は2名。 世帯数は一世帯である。島の南北は750メートル、東西は400メートルほどであり、標高が43メートルである。地質は、表層から、新島シラス層、年頭海層、年頭、シラス層、年頭、シルト層からなり、海面下には、溶岩が冷えて固まった、安山岩が認められる。年頭海層と呼ばれる貝殻を含む地層は、 周囲の海岸や断崖に白い帯となって分布しており、かつて浅い海であったことを示している。植生は、黒松断畜すつきなどが多く見られ、集落内には、赤黄の群落がある。新島で最初に発見された植物として、萌島シダがあり、新島の別名である年頭から命名された。また絶滅危惧一 B 類に指定されている、潜入か内山潜入の繁殖地となっている。 2020年に鹿児島市によって発表された新島利活用策では、島内の鹿児島市の市有地を利用して、キャンプが可能な広場、案内所、散策ルートを整備する計画となっており、2021年度の供用開始を予定している。形成直後の新島は、中位1位以上あったと記録されているが、1785年の 薩摩派による調査では2 2 6 4ル1810年の、井上忠敬による測量では2 1 5 7九1961年の、調査では1 4 5 0ルと縮小している。これは、主として波による侵食を受けたためである。1945年以降相次いだ台風の襲来や冬季の季節風によって侵食が進み建物が、 失われるなどの被害が深刻化した。このため1966年から離島振興法の適用を受け海岸に護岸工事が施された。安永8年11月1日に黒上のお竹、脇、有村、高面と白浜の間の海面で噴火が発生し、翌年の安永9年までの間に8つの小島が湧き出した。そのうちの一つが新島である。詳細には、 1780年、鹿児島湾海上に岩が出現し、4月8日には島となった。4月15日には同様に出現した島と一つになり、東の砂島となった。一方、5月17日には海上に別の岩が出現し、6月5日に島となった。この島も6月11日に別の島と一つになり西の砂島となった。 7月17日から18日にかけて、両島の間にさらに別の島が出現し、東の砂島と西の砂島をつなぐ形で一つの大きな島すなわち、新島となった。1781年に島の西側で噴火があった。1785年の地図によると、当時の新島は現在の数倍の面積があり、南、北西、 北東に岬を排する三角形を呈していた。南端の岬は、咲、北東端の岬は、カンノスと呼ばれ、カンノスの南側に入り江を挟んでシモンスと呼ばれる、岬があった。カンノスとシモンスは1786年に、襲来した台風のために消失している。完成12年に、桜島の赤水村と黒上村から25名が移住し、それに伴い新島は、 桜島の南西部にある赤水村の所属となった。江戸時代までは桜島号赤水村のうちであったが、1889年の町村政志向に伴い、桜島西部の十村の区域をもって西桜島村が成立し、赤水村は西桜島村の大技赤水となり、新島は大技赤水の正寺新島となった。1900年には、 新島に小学校分校が設置された。1973年には西桜島村が調整志向及び解消し桜島町となり、2004年11月1日に桜島町が鹿児島市に編入されたのに伴い、大和赤水は桜島赤水町となった。2006年以前の桜島赤水町の区域2005年12月13日に、 鹿児島県広報に掲載された鹿児島県告示、町の区域の設定及び変更により、2006年2月13日に、新島の区域が、江戸時代から所属していた、桜島赤水町の一部より分割され、新島の島域に、鹿児島市の町、新島町が設置された。2013年に島民が、島外に移住し無人島となったが、2019年7月に、 元島民の2名が転入届を鹿児島市に提出し6年の無人島期間を経て再び有人島となった。1951年には約250人が居住していた新島だが1972年には桜盆小学校の分校が閉校、平成17年国勢調査においては5人にまで減少した。そのうち3人は高齢者、 すなわち高齢化率は60%でいわゆる限界集落であった。2011年には将来的に無人島化する可能性があることが南日本新聞により報道されており、2013年8月までに全住民が島外へ移住したことにより、新島の定住者はゼロとなった。2013年8月以降しばらくの期間定住者がなく、 2019年4月1日現在で人口零人、世帯数零世帯となっていたが、2019年7月23日に元島民の夫婦が転入届を提出したことにより再び人口二人の友人党となった。2020年4月1日現在の人口は2名、世帯数は1世帯。最盛期の新島の産業は主に漁業を中心としていた。 新島周辺海域は広い面積の瀬となっており、工業場を形成しており、タイ、キビナゴ、アジの漁獲があった。付近の浅瀬では、地引き網による岩資料が行われていたほか、福山町沖にて、ハエナワ漁業を盛んに行っていたという。桜島町京都市では、発足年等は不明としているが、新島の漁業者の組合である、新島漁業会が組織されていた。 新島漁業会は1949年に水産業共同組合法に基づく新島漁業共同組合となったが、1980年9月1日に西桜島漁業共同組合に吸収合併された。二十歳のみがある。野菜やサツマイモが栽培されており、自給自足程度のものであった。西桜島村立桜盆 小学校新島文校跡地新島にはかつては、西桜島村立桜本小学校新島文校が設置されており、中学校については一度も島内に設置されていない。1900年に、西桜島村の桜市小学校の文校として、桜市小学校新島文校が設置されたが、桜島の大正大噴火の被害により、桜市小学校が移転したため、 1915年に桜本小学校の分校となった。新島分校の校舎は1923年に校舎が新築され、1968年に老朽化のためコンクリート作りの校舎を新たに新築した。その後、1972年3月31日には新島分校の児童数が0となり廃校となった。中学校については、 当初から新島には設置されておらず、1961年度まで、対岸にある東桜島村に市町村合併により、東桜島村は、鹿児島市に編入の黒上中学校に委託教育がなされていたが、1962年度から西桜島中学校に通学することとなり、新島から裏の前、港まで不定期航路として、スクールボートが開設されていた。 2020年現在の私立小中学校の学区は以下の通りである。新島校新島にアクセス可能である定期運行されている公共交通機関としては下記の新島丸のみである。島内には指道が数路線にあるのみであり、県道などは存在しない。ありがとうございます。